はい、皆さんこんにちは。井上久音楽教室の井上です。今日は、ご高齢の方あるいは、ギター初心者の方に最適な、簡単なね、とっても簡単で優しい、月っていう、あの有名な曲がありますよね。月っていう、それをソロギターにアレンジしたので、それをやってみたいと思います。ではですね、譜面が出てると思いますけれども、そこにタブ譜が載ってますのでね、譜面読めない方でも、大丈夫ですよ。で、一つ一つね、解説していきますので、じゃあね、ちょっと最初私が弾いてみましょう。こういう曲ですね。すごく簡単で、どなたでも楽しんでいただけると思います。じゃあ1小節ずつね、解説していきますね。で、まず一番最初の音は6弦の1フレットと2弦の1フレット、それぞれ人差し指と中指、薬指や中指で押さえるのがいいですね。6弦の1フレットを人差し指、2弦の1フレットを中指で、で次は3弦の2フレットを薬指で、それが続きます。これ押さえたままでいいですからね。で次が、4弦の3フレットで、5弦の、3フレットと3弦の開放弦。で、次が、6弦の1フレットと、3弦の2フレット。続けて弾くと。で、こうなりますね。で、最初から弾くと。というふうになります。で、次の段に行きますよ。次の段はやっぱり6弦の1フレットを人差し指で、2弦の1フレットを、中指、で、2弦の3フレットを小指で押さえます。で、1小節目でも出てきた薬指で3弦の2フレットを押さえますね。同じことを3回繰り返します。で、そしたら今度は3弦は開放弦で、5弦が、3フレット。続けて弾くと。で、最後の段になりますが、これは4弦の3フレットと3弦の開放弦で、3弦の 2フレットで、1弦の3フレット。こういうふうになりますね。で、一番最初の小節と同じで、次が、これも8小節目で出てきましたけれども、5弦の3フレットと、3弦の開放弦で、そのまんま、5
弦を薬指で押さえていたら、5弦の3フレットを薬指で押さえていたら、3弦の2フレットを中指で押さえます。で、最後が6弦の1フレットを人差し指で、4弦の3フレットを薬指で押さえます。こうですね。ゆっくり弾いてみましょう。ゆっくり弾いてみましょう。いかがでしたでしょうか。とってもね、簡単に弾けると思いますので、ぜひ皆さんね、楽しんで練習してください。で、こちらのタブ譜は、無料で差し上げますので、欲しい方は、私の、井上久音楽教室の、アドレスを概要欄に書いておきますので、そちらからお問い合わせください。よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。